日本関東地方神奈川県横浜市中区新山下。新山下は横浜市中区の町名。現行行政地名は新山下1丁目から新山下3丁目。住居表示が実施されている。郵便番号は231-0801。中区東部の山下ふ頭と本木ふ頭に囲まれた港湾地区に位置し、北が新山下1丁目となっている。町の中央を 新山下運河が流れ、運河の内陸側を山下本木磯子線、海側を首都高速が通る。また、新山下三丁目には横浜市立港赤十字病院が所在する。山下本木磯子線より、内陸側は住宅や商店、海側は主として倉庫や港湾地区として使われてきたが、近年ではイエローハットや島ただしホームズ、 山田電機などの量販店が進出している。さらに内陸側のメガドンキホーテ山下公園店は隣接する旧国家公務員宿舎の跡地と合わせて再開発され2018年11月に港参加七色として開業した。メガドンキホーテ港山下総本店のほか飲食店などが入居している。山下不頭も含めた再開発計画が現在進行しているが その中でも新山下地区は山手の丘に近いウォーターフロントとして調和の取れた街づくりが進められている。面積は以下の通りである。1923年に山下町地先の埋め立て地に新山下町が新設された。1927年10月1日の区政施行により中区に編入される。1970年に 新山下、山手町、小港町の各一部から新山下1から3丁目を新設、住居表示を実施した。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。かつてはこの地にマイケル・ジャクソンがプロデュースする子供向けのテーマパーク。 ワンダーワールドが計画されたこともあった。ありがとうございます。